結構ギトギトだな、ちゃんと。めっちゃ脂感あるわ。すする TV! ずるずる、どう高卒です。毎日明治大学健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、やってるのは冗談です。毎日ラーメン健康生活しちゃってるんですけども、すするです。本日ですね、なんか母校の明治大学に呼び出されたんですよ。しかも、あの、生田キャンパスっていう、あの、こっち理系のキャンパス、僕文系のキャンパスに通ってたのに、まあ、通ってたといっても僕ね、明治大学、4年間在籍してまして、わずか8単位、本当はね、取得しなきゃいけない単位数が多分134単位ぐらいだったんですけど、8単位しか取れずにね、私すら中退しまして、でもまあ、YouTube やっていく事項、いろいろネタにしてたら、なんとね、この明治大学さんが直々に呼び出されるってことで、というわけで私すするを明治大学に呼び出したのはこの人たちです。お願いします。どうもお願いします。お願いします。何の用ですか。いや、ちょっと、はい、言いたいことがありまして。言いたいこと？かましてきたな、マジで。はいはいはい、スルさんを呼び出して、はい、育明祭というものを PR していただきたく。育明祭っていうのは育田明治大学祭ってことですか。そうですね。おお。僕育田キャンパスは正直もう本当一回も来たことないし、育田のラーメン二郎ぐらいしか行ったことないんですけど。そうですね。大丈夫ですか。全然大丈夫です。委員会的に大丈夫ですか。普通に明治大学の人ですっていうのおかしいぐらいの感じのやつだから、マジで。一応確認も明治大学に許可。明治大学から許可降りた。はい、じゃあもう俺卒業したってこともいいですかね、これ。そこまではきつい。だから今もう言ったら後輩ですよね、言ったらね、2人は。あ、ちなみにちょっと名前だけ伺ってもいいですか。すいません。委員長の布川です。委員長なの。はい、すいません、なんかめっちゃ当たり強いとんでもないです。広報局長の石本です。広報局長、めっちゃ2人とも役職しっかりある人が。というわけでね、ちょっと今日ね、いろいろ呼び出されて、これから何をするんですか。これからすするさんのインタビューまずさせていただいて、から僕たちが行きたいお店がございまして、ぜひ紹介したいお店があるので。マジっすか。はい、行かせていただこうと思います。じゃあとりあえずちょっとインタビュー受けましょう。はい、行きましょう。お願いします。レッツゴー。いや、というわけで改めてよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。ありがとうございます。なんかあっちの方にめっちゃでかい新しい建造物に立ってましたね。はい、次の3月に新しい、はい、私マルハンの行き方店ですか。はい、マルハン行き方店パチンコスパチンコスマルハン行き方店オープン新規。ダメですダメです。まさかの明治大学校内にオープン。ダメですよ。ダメです。これ怒られるかな、これ。怒られちゃう。で、今日は何、インタビューを受けるってことですね、僕は。そうですね。俺インタビュー答えていいのかなっていうか、むしろ。いや、もう明治大学の大先輩。4年で8単位だぞ、マジで。これは先輩と言えないでしょ、本当に。いっぱい聞きたいことありますありますか。まあちょっとできる限り頑張ってね、まあ、後輩たちと言ってもいいのか分からないですけど、本当にためにちょっと頑張りますんで。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございます。じゃあ大学生時代の時はどんな感じで大学生活そうですね、やっぱ、まあ、中退してるくらいなんで、やっぱめっちゃだらしなかったなと思いますね、今でも自分で。もう生活リズムをとにかくこう大逆転しちゃって、うん、やっぱもう夕方の4時ぐらいに起きて朝の10時に寝るみたいな生活を結構ずっとしてたんですよ、はい、やっぱそういうしてたらもうまともな大学生活送れないじゃないですか。まず、なんか週末は友達が家に来てマージャンするみたいな、なんかそういうのがもう前期で定着しちゃった感じですね。前期で、まあ最初の方はもちろん授業したんですけど、やっぱね、結構どんどん生活サイクルがずれていって、1年の前期以外はほぼほぼ大学はマジで行ってなくて、なんならそれがかっこいいと思ってましたからねそんなわけないのに、はい、今考えるとめっちゃ後悔しますね。やっぱ大学行くのってすごい、まあ、めんどくさかった。もちろん、まあ、楽しく大学生活送ったらいいけど、なんかそうじゃない場合だったら、まあ、楽しくないことかなって思うかもしれないけど、でもまあその楽しくなさそうだなってこともなんか行ってみたら意外と良かったりとかっていうのが結構あるから、やっとそれに気づけたんですよね、 YouTube 始めてから。なんかあんまやりたくないなって思うこととかもやってみたら意外といけるなみたいな。だから自分の中で新しく入ってくる物事とかをすごい嫌ってたので、なんかすごいもったいないことしたなって思いましたね。というわけでいろいろインタビューとかありがとうございました。ありがとうございました。したで、インタビュー受けて生田のキャンパスから、はい、もうめちゃくちゃ歩かされました、本当に。何ですか。何なの、遠いんですか、キャンパスの山の上で。っていうのは冗談なんですけど、その後連れて行きたい場所があると言って、はい、連れてこさせられましたが、ここは何ですか。ここはラーメンハヤトさんなんですけど。ラーメンハヤト、はい、僕生田四郎に行く途中に何回かこの看板見かけたことあったんですけど。あ、本当ですか。通り道です、はい、通り道なんです。そうそう、ちょうど何個ラーメンさんあるなと思ったんですけど、はいはい、来たことはなかったんですよ、はい、これ結構あれなんですか、生田キャンパス生の中では定番のというか。そうですね、うん、定番っていうか結構穴場的な感じでもあるかなと。 あ、そうなんですね。いや、そうですね。じゃあちょっと僕にとってのもみじ屋みたいな感じの名玉にもみじ屋っていう二郎系ラーメンの店があるんですけど、僕の原点なんですけど、見た目ちょっと本当こんなこと言ったらですけど、ちょっと入りづらいな。そうですね、入りづらいな。私も結構入りづらいんですけど、はい、入ってみると結構インパクトの強いラーメンを提供してくださるって言ったので。いや、めっちゃいい。ちょっと行きましょうね、じゃあ。よろしくお願いします。お願いします。
というわけで店内来ました。はい、ありがとうございます。めっちゃメニューありますね。そうなんですよ、めちゃくちゃ。何食べたいか正直ちょっと分かんないです。いや難しいですね。一番多分有名なのがギトギトペッパー麺。そうですね、ギトギトペッパー麺ネーミングからすげえ名前だな。でもパンチはありそうですね。パンチがすごいですね。でもね、野菜増しとかもあるじゃないですか。そうです。なんかここの野菜増しが友達よくおすすめっていうふうに言われてて、なんか普通の野菜じゃなくて野菜炒め、味がついた野菜が乗ってる。味付いてですか。はい、めっちゃいい。あ、じゃあ生田次郎のパクリではないという。あ、そうです。こっちの方がめちゃくちゃ早い。もっと昔からあるんですか。いいっすね。味付きの野菜入ってもいいな。え、2人何食べるんですか。ギトギトペッパーラーメンですかね、僕は。おお。私はギトギトラーメン、野菜増し。お、いいっすね。いや、俺も野菜増しにしよう。ギトギトペッパー増し、ギトギトラーメン。まあ、ペッパーあるかないかみたいな。まあ、せっかくあったらね、ギトギトペッパー麺で。じゃあ、俺も野菜増しにしようかな。じゃあ、僕も野菜増しにします。みんな野菜増しね、じゃあ。行きましょう、じゃあ。外に書いてたんですよ。半チャーハン無料って書いてて。学生は。学生。だけなんですけど。やれじゃない。やれじゃない。あ、学生無料？そう。めちゃくちゃいいっすね。ちっちゃい感じなんですけど、めちゃくちゃ優しい。優しい。学生、え、半チャーハンも結構美味しいですか？そうですね。いい感じのスパイス効いてて美味しいです。半チャーハン行こうかな、半チャーハン。僕は無料ではないんですけど。それで注文しますか。はい。すいません、お願いします。はい、はい。あ、いいですか。はい、どうぞ。じゃあ、僕、ギットギットペッパー麺の野菜増し。いいですね、これ今一番人気です。すごい。本当に。僕もギットギットペッパー麺の野菜増し。はい。あと、ギットギットラーメンの野菜増し。野菜増し、はい。いいですか、じゃあお願いします。え、半チャーハンもらえます？あ、じゃあ、学生だよね。あ、学生。いや、いいですよ。それでお金取ってないから。じゃあ、半チャーハン。じゃあ、一個もらいます。え、僕も半チャーハン。半チャーハン。みんな、じゃあお願いします。はい、すみません、お願いします。めっちゃいい。すごいいい人だった。びっくりしたね。で、これ無料なのに毎回炒めてくれるんですか？はい、もう。めっちゃ学生に優しい。ちなみに何年ぐらいやられてるんですか？37年。長っ！37年。あ、そうなんですか？30年始めた。それは今もう70近いってことですか？めっちゃ元気じゃないですか。おかしいよね。どう見たって普通なのよ。確かにぐらい若いっすよ、本当に。よっしゃ、オッケー、レッツゴー。ちなみに2人は普通に卒業できたんですか？余裕です。余裕すごいな。じゃあ4年生は割とでも自由にできるというか、自由にできる感じですね。いいっすね。いいな、俺そういう学生生活送りたかったな、本当に。過去にもなんかインタビューされたんですか、他の明大卒業の方とか。そうですね、去年はパンサー向井さん。おお、そっか、向井さん明治なんですね。今年は満を持してるね、ラーメン界の大スター、青森が生んだ怪談人。ありがとうございます、本当に。全然そんなじゃないですけど、いや嬉しいな。日常生きてても、はい、やっぱなんかキャンパス内でスルさんの話題が聞こえてきたりする。マジっすか。授業の時とか後ろからスルさんなんかラーメンとかみんなが聞きますよ。まあでもやっぱ大学生って一番 YouTube 見ますもんね。間違いないです。一番ラーメンが大好き。ラーメンが大好き。あ、確かにラーメンで生きてるみたいなとこありますか。それこそなんか私の友人とか東海オンエアで実際に向こう行って聖地巡礼みたいなしてました。うわ、やっぱいるんすね。いや、います、います。いや、いいな、本当。そういう大学生しか起きなかったわ、マジで。なんでこうなっちまう。なんで毎日ラーメンを食ってことに。いや、すごいっすよ、でもそれは。大学生から結構週3、4ぐらいでラーメン塾食ってたんですよ。あ、そうだったんですね。本当に結構好きで、ラーメン塾。自分は2店あるんで。生田もだから結構来てますよ、何回か。しかもめっちゃうまいんすよね、生田。あ、本当ですか。やっぱ他のとこと比べてなんか生田の特色とかってあるんですか？まあ、生田は、でも本当なんだろう、結構ど真ん中、正統派のラーメン二郎を出してくれるの、生田さん。なんか、あんまりトッピングとかないんですよ、生田って。確かに、確かに。まあ、マジでラーメンで勝負してるみたいな雰囲気もいいですし、店員さんの動きもキレキレですし。最近髪伸びましたよ、店員さん。髪伸びましたね。髪伸びましたね。どういう心境の変化あったのか、ちょっとありますけど。どうですか？ありがとうございます。ありがとうございます。で、半チャーハン来たんですよ。じゃあ、いただきましょう、とりあえず。いただきます。なんか、あれっすね。注文するために無料なのに炒めてくれるんですね。そうなんです。すごいっすね、マジで。いつもやってくれて。嬉しい。いただきます。いただきます。うん。うまっ。ソウルフードの味だな、マジで。あ、うまいわ。おいしい。すごい。家庭の味がするわ。そうですね。うん。おいしいな。いただきます。はい。はい。どうも。いただきます。
コヤペッパー、ドクターペッパーのやつ、はい、ありがとうございます。まず野菜から食べていただいて、野菜からそれからスープを飲んで、なるほど、お願いします。もう野菜からなんですね最初。野菜入れました。わかりました、いただきます。野菜入れましょう、感じていきます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。こちらがラーメンハヤトさんのギットギトペッパー麺、野菜増しです。やっほーい。表面に液体油がビシッと浮いたスープに香ばしく炒められた野菜や厚切りのチャーシューもインパクト大なベジャル。これをすすれば明大生時代に戻れるかもという期待を抱きつつ、早速いただきます。いただきましょう。はい、なんか最初野菜から食べるって話だったんですけど、野菜からいきます。珍しい珍しい。いただきます。うん、めっちゃちょうどいい味ついてますね。すごい味がついてる、うん、ちゃんと味ついて野菜ちゃんみたいな。うまい、シャキシャキする。うん、もうほんのシャキシャキで、ペッパー感じますね。うん、スパイシー。この時点で結構ペッパー効いてる、うん、野菜を食べてからスープ飲んでくださいって言いましたね。そうですね、うん、どういう意図があるんだろう。うん、あ、結構ギトギトだな、ちゃんと。めっちゃ脂感あるわ。あ、これ結構たまね、これ夜までやってるんですか、ここ。やってます。やばいっすね、これ。やばいっすね。危ないな、ほんとに。これ癖になっちゃって。ねえ。ハマる人。終わりでしょ、マジでこれ、ほんとに。めっちゃ脂感あるわ。すごい。なんかバイトの帰りとかに、寄りたくなっちゃう。やば、マジで。終わりなんですけど、寄ってしまった。そうやって撮ってるんですね。こうやって撮ってるんですよ、意外と。目に行きまーす。シナズルうん、あ、マジで結構ペッパー効いてるわ。めちゃくちゃパンチありますよ、これ。ほんとめっちゃパンチありますよ、うん、最初結構スコってなるんですけど、うん、食っていくうちにこれハマっちゃう気がする。まあそうっすね、これうわ、確かにこれハマるわ。麺の量も結構あるもんな、しかもボリューミーで、うん、さっき坂きつかったじゃないですか。めっちゃきつかったです。もう登りたくないです。めちゃくちゃ急っすね、はい、去年まではその本祭期間に使えなかったんですよ、うん、エスカレーターとかが、全員に坂登ってもらったんですけど、しんどそう。今年からエスカレーター使えるようになりました。こんなしょうがない、マジで。あ、すごい。でもエスカレーターで行ったら全然楽っすもんね。だいぶ楽っすよね。全然違います。え、今年ついたってこと、エスカレーターは。あったんですけど、ちょっと交渉を重ねて使えるように。なるほどなるほど。どうにか落としたと。エスカレーターの担当者の方を、はい、そうです。すごいな。だいぶ楽に取れるようになったと思うので、ぜひ来てほしいですね。確かにね、あの坂はなかなか鍛えられますよ、本当に。もう本当にギットギトだよ、もう。うん、すごいわ、結構。チャーシュー美味しいんですよ。うまそう、これ。めっちゃ柔らかそうですもんね。いや、これ結構、本当。いや、背脂もだけど、もう液体の脂もめっちゃ入ってるけど、そうですよね。すごいっすよね、えぐいっすね。パンチある。うん。うん、豚柔らか。うん、ビクターの育明祭は、はい、青学みたいな華やかさとかは、うん、ちょっと欠けちゃうかもしれないですけど、うん、地元密着型。あ、そうなんだ。だからちっちゃいお子さんとか楽しめるように、あの、縁日とかやってたりするんですよ。あ、結構じゃあ家族でも行けるぐらいの感じの。そうですね。そうなんですね。そうそう、なんか理系の特色生かしてな、子供実験とか。子供実験。そんなことしてるんですか。子供実験じゃないです。子供実験、お子さんがこう実験に参加するみたいな。そうですね、びっくりした。双子集めて産んだらかんたらみたいな感じかと思いました。本当に理系の研究の展示とか、うん、研究成果とか発表してるっていう。そうですね、展示が。子供実験とか楽しそうですね。小学生ぐらいで来ても全然楽しく遊べそうな。全然あの幼稚園の子とかも、あの、家族と一緒に来て、多分スライム作りとかそういった。あ、なるほどね。そういった感じで、確かにそれは楽しそうだな、本当に。うん、でも幼少期になんかそういう体験あると自分も明治大学に行こうとか、なんかそういう風に思ってくれそうで、いいな。めっちゃお腹いっぱいになるな、これ。本当ボリュームがあって、うん、学生に優しいです。これで半チャーハン無料はすごいわ、うん、すごいっすね、ほんと。私ラーメン英才教育受けて育ってた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。お疲れ様でした。というわけでラーメンハヤトさんちょっと一緒にすすらせていただきまして、はい、いやー、うまかったし、めっちゃパンチありましたね。そうですね、結構一口目からその、まあ、野菜にもしっかり味がついてるんで、まあ、野菜のこのペッパー感もありつつ、その後スープ飲んだら本当にギットギトラーメンっていうだけあって、めちゃくちゃギットギトなんですね。結構しっかり、まあ、背脂もそうですけど、表面の液体脂もたっぷり浮いてるんで、なかなかこう重さもありつつ、まあ、それをちょっとこうペッパーがこう引き締めてくれるみたいな、うん、で太麺との絡みもめっちゃ良くて、意外とこうなんかスイスイいけちゃうみたいな。でも食べ終わった
幸せのこの重さすごいですね。そうですね、うん、がっつり満腹感、はい、がっつり感えぐいですねこれね、はい、すごかったわ。こんなラーメン屋さんがその生田にあるっていうの知らなかったんで、やっぱ生田来たらもう生田二郎ばっかり行っちゃってたから。そうですよね、はい、いや本当に新しい発見というか、まあ、いつもなんか横目で見てるお店なんですけど、はい、ちょっとようやく行くことができて嬉しかったですよ本当に。案内していただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。でなんか、告知があるみたいな。はい、11月の 2,3,4 日に明治大学の生田キャンパスにて育明祭が開催されます、うん、今年度も昨年度に引き続きアイドルフェスだったり芸人さんのライブなどたくさんの楽しい企画ご用意してますので、うん、ぜひ皆様に足を運んでいただけたら嬉しいなと思っております。お願いします。お願いします。ありがとうございます。11月の2から4まです、はい、2、3、4、 2、3、4、 3、4、3日間ですね。これは金土日とか、そうですね、土日月祝日とか、土日月祝日、はい、ね、はい、なるほどなるほど。行きやすいからと思うんで、はい、ぜひ来てほしいです。もう場所はもう大学まで行ったらもう OK っていう感じですね、はい、で、あの階段も登らずに済むと、はい、階段も登らずに済むと、そうです、エスカレーターで登れます。そこ、そこなんか上がる、まあ上がるか、明大生からしたら上がりますよ、そこって。もう明大生みんなポーって感じ。大熱血これ、はい、やっぱみんなあそこきつく思ってんだ、やっぱ思ってます。育明祭ね、11月2日から4日まで開催しておりますので、あ、ちなみに2人に会うことはできるんですか。多分結構会場巡回したり巡回してるんで、はい、あ、なるほどなるほど。動画見たって声をかけると、何がもらえる、何が出てきたもらえるのかな。まあ、まあ、あのぜひぜひね、あの動画見たら、来場者には景品とかお、そうなんです、あるので、景品、そうなんです、えっ、ー、こっちパジェロとかそういう。あ、で、ではないです、ちょっとすいません、すいません、でもなんかチケットだったりだとか、そうです、おお、いろんなイベントとかも、はい、なるほどなるほど、来場者には、ね、そして景品もいただけるということなので、はい、ぜひぜひご来場いただけてよろしくお願いしますということで、まあ、僕も卒業生じゃないですけど、あの集大成としてあの嬉しくお願いしますので、よろしくお願いしますということで、いや本当に本日ありがとうございました、楽しかったです、ありがとうございました、またよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます。いや、すいません、ありがとうございました、ごちそうさまでした。こちらこそどうもありがとうございました。このハヤトの店主の自己紹介みたいなあります、はい、なんか名前みたいあります。いや、名前はあの私の名前をつけて、親父がつけてくる名前をそのままつけただけで。ああ、そうなんですか。はい、あ、次も、あ、じゃあ店主のハヤトさん。いや、僕は本当は年男なんですけども、全然違う。そう、昔はこの感じで年男は取らなかったです。あ、そうなんですか。昔は、で、区役所でダメって言われて、はい、私の方が名前がカタカナで年男になっちゃった。あ、そうなんですね。その名前、この名前をうちの5番目の子供につけて、あ、そういうこと。そうですね、はい、なるほど、ごちそうさまでした、すいません、はい、本当にすいません、ありがとうございました。明治大学生がすごい集うお店という、僕ちょっと初めて来たんですけど、はい、ありがとうございます。ギトギトペッパー麺って何で生まれたんですか。これはね、あのブラックペッパーってずっとみんなあったじゃないですか、はい、もう前から、はい、みんな大体胡椒というとブラックペッパー、ブラックペッパー、うん、でもそう、僕たち子供の時は50円ラーメンの時はその白い保守の胡椒と、はい、テーブルにはラー油しかなかった。あってボス、うん、そうです、ね、それでホワイトが白いのなんか使えないかなと思って検索したら何カ国も出てきたんですよ、原産地が、はい、これちょっと面白いんじゃないかってやってみたら、これがなかなか良かった。なるほど、試してみた、あとは量の問題で、やってみた、そしたらこれが結構人気になっちゃいまして。あ、そうなんですか、はい、背脂ももともとなんかどっかのお店で修行されてとかする。いや、全然もう僕もともとは音楽なんです。あ、だからなんかあのジョン・コルトレーンのアルバムが飾られてたとかして、あの若い頃アイドルのバックバンドやってまして。あ、そうだったんですか。もう商売始めるまで音楽やってました。あ、そうなんですね、じゃあそれでまあラーメン好きが高じてみたいな感じで。そうなんです、全国回ってるとやっぱりいろんなあれじゃないですか。そうですよね、食べ物が、回ってるとやっぱり、これが美味しい、あれが美味しいっていうのをどっかのなんか残ってるんですね、頭の中に少し、そんなのがいろいろ集まってできたのがここです。あ、そうなんですね。すみません。いや、すみません、ごちそうさまでした。本当ありがとうございました。嬉しかったです。ありがとうございます。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。まあ、本日はですね、まあ、我が母校、まあ、母校って言っていいのか分かんないけどな、4年で8歳で中退してるから。我が母校の明治大学、生田キャンパス、まあ、これ理系の方のキャンパスなんですけど、まあ、なんで僕、ほぼね、生田キャンパスに行ったことないんですけど、まあ、今回ね、初めて生田キャンパス行きまして、明大生のね、まあ、後輩のみんなといろいろちょっと話させていただきました。まあ、大学のね、学園祭結構いろいろありますけども、生田キャンパスの方でもね、学園祭開催されるということなんで、気になった方はぜひぜひ行ってみてください。そしてね、あの、ラーメンハイドさんもね、もちろん大学の近くにありますので、ぜひぜひ行ってみたい方でしょうということで、皆さんからいただいてコメントの方もさせていきます。あなたが二郎系取り上げると店が混むからやめてくれませんか。やめません。別にやめる理由はマジじゃないし、なんであなたのコメントに左右されなきゃいけないんですかって話なんです。でも実際結構ねこれ言われることはあって、お前が来たせいでここの店並ばなきゃいけなくなっただろうとか、もう昔からずっと言われ続けて、もういろんなお店で、まあ一番最初はそれこそね、あの昔の藤丸とか、まあそういうのとか、まあやっぱ二郎系の店とかね結構多いから、まあコアなファンが多い店ってね結構言われがちなんですよ、そういうの。まあ正直ね、店主さんと話しててもなんか前と比べて客層は変わったけど全然やることは一緒だからとか、まあ
ちろん、ね、よく来てくれるお客さんをよくしたいっていうのはもうどの店主さんも思ってると思うんですけど、やっぱラーメン屋さんってやっぱラーメンをたくさん売ることで生計を立ててるっていう部分があるんでね、まあ、僕もそのやっぱ昔から通ってるお客さんが前よりも並ばなきゃいけなくなるとか、そこに関してはちょっと心苦しい部分あるんですけど、まあ、店主さんが喜んでくれれば別にいいかなとは思ってますけどね、正直。それは店主さんからお前が来たせいで店がめちゃくちゃとか言われたら、いやそれは本当にすいませんってなるんですけど、まあ、今までそういう風に言われたことはないですし、まあ、これからもやっぱラーメン屋さんファーストでいたいなっていうところはずっとあるんで、まあ、あとそれこそやっぱ常連さんを大事にしたいってお店さんの場合は結構断られたりすることがあるんで、ね、もうその時点でその取材を申し込む時点で断られたりすることもあるんで、ね、全然。もしこの動画を見てくださってるラーメン店員さんがいらっしゃいましたら、僕に動画撮られたくないっていう時は普通に言ってくださいね。いやちょっとうちは常連さんを大事にしたいとか全然言ってもらえれば僕は普通に食いに行くからそこら辺はよろしくお願いしますということで、すするさんのおかげでマジでラーメンを食べる楽しさに目覚めたので、今年中に3キロ増やして体重を安定できるように頑張っています。増量の方も減量の方も一緒に頑張ろうねということで、嬉しいです。なんか僕の動画のおかげでそのラーメンを食べる楽しさに目覚めるって一番嬉しいことです、マジで。まあ僕結構やっぱ全国つつうららいろんなラーメン屋さん動画あげるんで、まあ、ちょっとここはいけないよっていうのもあると思うんですけど、まあその代わりにね、まあ、カップラーメンでもいいですけど、インスタントラーメンでも近所のラーメン屋さんでもいいですから、すする TV 見てなんかラーメン食べたいなと思ったらラーメン食べてもらえるだけで僕は嬉しいんでね。でなんすか、このコメネスさんはなんかあれか、もともとガリガリだったってことなのかな、3キロ増やして増量をしたいっていうパターン、羨ましいよ、そんなこと言えるの。マジでこちとらもう減量するのに必死になってんだから、マジで本当にさ。まあでも友達とかにもいましたね、やっぱね、もう結構ガリッガリでどんだけ食べても太らない、多分そういう人ってやっぱ間食とか少ないんだろうね。もう僕らみたいな太ってる人ってやっぱ間食が多いのよ、結局余計なカロリーをめっちゃ入れちゃってるから太るんだよ。でだらしない生活してるから運動もしないみたいな、まあ、やっぱそうなるともうどんどん栄養を蓄えていくばかりですよね、体も。まあ多分すする TV の視聴者さんの中でその増量をしようと思ってラーメン食ってる人はかなり一部の方だと思うんですけども、なんなら女性視聴者よりも少ないかもしれない。まあ、すする TV の視聴者の割合は大体9対1で、ね、男性が圧倒的に多いんですけども、その中でも、ね、多分増量のためにラーメン食べてますってことで、もう本当に人に言える、みんなやっぱそのね、ダイエットしなきゃってことで悩んでると思うからね、その僕も漏れなくその人なんですけど、まあまあでもね、いろんな目的を持って、ね、ラーメン食べるとすごいいいと思うし、まあ減量のご褒美に食べるラーメンとかもやっぱ美味しいですからね、やっぱ。まあまあ皆さんね、それぞれ目標あると思うんで、それぞれ目標に向かって頑張っていきましょう。そんだけ本日のも最後のご覧いただきまして、よろしければチャンネル登録、高評価、そして皆さんは増量派なのか減量派なのかもね、ちょっとコメント欄に寄せていただけると嬉しいです、ね、よろしくお願いいたします。ごそれ。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメンはやとさん、泉やもみじや、生田ははやとや、大学の学食的なラーメンっていいですよね。すするさんに話を振るのもいいですか。全然、ね、いいです。もちろんラーメン食ってる時話しかけないとか言わないです。全然そんなこと言わないです俺。いやもう